失恋どうしよう。ようやくやる気になったか。いや別に何も変わってないですけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで夏目の家に帰ろう。あ、ついてくるついてくる。あれってかどうけぞ、あんなところになんかいますけど、怖い怖い。ふみちゃん、一緒に帰ろうよ。うん、途中まで一緒に帰ろっか。そろそろパパがもう心配しそうな時間だもんね。何時今？あ、夜の7時か。なんかお腹空いたな。いつきたち、もう夕飯食べちゃったかな。ござる。しんどの、拙者おにぎりを食べたいでござる。やっぱり毎日ちゃんと帰るよるんやんね。じゃああんな永遠のお別れみたいな雰囲気醸し出さなくても。ね、道傑はなんでそのとこから見てるの？姫。お帰りになりますか？ハリア様が行かれるんなら私もお供しましょう。先生までついてこなくて大丈夫？いきなり家庭訪問なんてお母さんが驚くでしょ？担任なの？なんかもっと違う。これは一体。むむ。へい、誰かと思えば。スパイダーのモンスターから助けてくれたキッズたちじゃないか。スパイダーのモンスターから助、あの中におった人、あのなんかイケメンたちがどうのこうのって全然イケメンじゃねえやん、トレジャー田中。その説はサンキューベリーマッチ。あれはベリベリデンジャラスだったぜ。ミートパイの具にしてやるぜ。今度会ったらミートパイの具にしてやるぜ。おー、そうだ、紹介が遅れたな。ミーは世界中のお宝を探すトレジャーハンター。ナオはこの辺りのリサーチでベリービジーさ。キャットの手もレンタルしたいくらいさ。何何何なの。そうだ、ユウたちもトレジャーハントしてみないか。そんなこと誰にでもできるのかって。はっ、ダントワリ。そのまさかだ。何何何。ロマンを求める者はエブリバディがトレジャーハンター。新米だっていつでもウェルカムさ。ビッグボードを乗ったつもりで安心するんだ。オッケー、こうしよう。何。メイがトレジャー写真にデータをあげよう。ユウたちは写真をヒントにトレジャーを探すのだ。そしてもちろんトレジャーはユウたちのものだ。なるほど、そういうやつね。新しい写真をゲットしたらユウたちにあげよう。それじゃ頼んだぜブラザー。ちょっとニッチンに近しいものを感じる。トレジャー写真アプリを手に入れた。おお、なんだなんだ、アプリゲットした。新しいトレジャー写真を手に入れた。何これ、地図なの？新しいトレジャー写真を手に、1枚じゃないんやね。何、3枚。地図ってわけじゃないんか。本当にちゃんと写真。ちょっと意味がわからない。何このタコ。ん？これはこの場所じゃない？違う？ん？でもなんか周りがすごい岩だらけやね。あれかな？ゲームとかがおったところかな？違う？でも灯籠とかあったっけ？何これ？桜田園中学校やない？そこの場所を調べればいいってことかな？これはどこだい？てか何、写真ありすぎじゃね？あ、これはここじゃないの？違う？なんかぽくない？何これ？なんかちょいちょい写真に混ざって地図みたいなんない？どこの定食屋だよ。いや、めっちゃあるやん、マジで。これはあれ？あの、誰やっけ？ブシニャンが生きよったところの、あのカエルのやつ？違うんかな？この世界には夢とロマンが詰まったトレジャーがいろんなプレイスに隠されているのさ。このミーがトレジャーの隠し場所のヒント、トレジャー写真をユーにプレゼントだ。まずはトレジャー写真アプリで写真をチェック。それをヒントにトレジャーを探してくれ。これなんなんやろ、池かな。トレジャーなる場所に近づくとびっくりマークが出るんだ。思い切って A をプッシュすればトレジャーゲットさ。それはマップ上に出るってこと？新しい写真を見つけたらユーにも分けてあげよう。ミーがびっくりマークを出せたら声をかけてくれよ。ふんふんふん。なるほどね。適当に歩き回りよったらあれなんかな、出てくるんかな、マップ上にそのびっくりマークが。トレジャー写真、なんか多分ここの場所じゃないっていうやつなかった？これ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 絶対そうじゃない？え、違うんかな、大森山の方。え、でもこれ絶対これやん。え、ここやって、ここやって。ちょ待って、あれだっておばばが立っとるところじゃない？え、絶対この辺やと思う。あ、この辺やって、ほら。びっくりマークは。あ、ほら、ここやって、ここ。どこにびっくりマークが出るのね。あ、何かある。これは、びっくりマーク出た？ちょっと。じゃあそこにしか注目してないんやけど。
トレジャーボックスを発見した。どこにないやん、トレジャーボックスとか。何？ブラックこけしを手に入れた。なんかツタンカーメンみたいな感じやね。ツタンカーメン？ツタンカーメン？合ってる？クレオパトラ？みたいな感じ。え、全然びっくりマークが出たのも確認できんかったし、トレジャーボックスとやらは私の目には見えなかったんだけど。え、とりあえずこれだけかな。今、あ、ここじゃねってなるところは。あ、発見したら発見ってなるんよね。これとかはアップにしてもそのまんまなんか。わかるわけないやん。わかるわけないやん。あ、これは見つけた数に応じてこの右上の Q が変わっていくってこと？ E 級、探しはじめちゃん。探しはじめちゃんじゃねえわ。なにこれ？どういう状況？なんか、道路やね。これ信号の影やろ。うわ、どこかわかんねえ。え、なにこのプラスって書いてるところはここしかないの？全くわからんけど。でもこれ多分桜台中学校やけん。ちょ、そこ行ってみようや。これじゃねえわ、こっちや。桜台に。はぁ、今はポケット音楽は使えないですって。ふざけてんのかよ。ふざけてんのかよ。使わせようよ。え、ってことは、今は何？どこだ？ちょ、待って。今は、雲外鏡自体使えんってことかな。何？休憩中？姫！はぁ？雲外鏡なら使わず、私に送らせてください。雲外鏡の方が早いし安全なんです。歩いて帰るより一瞬で帰れるから。めんどくさいね。ん？何？あの、坂見くん、どこまでついてくるの？家までじゃない、送るんだったら。何をおっしゃいます、姫。あなたに行く先ならば、どこまででもお供します。洞窟もちょっと離れたところに。だから私は姫なんかやらないってば。そんな。それは困ります、姫。あなたこそ我ら鬼族の希望なのですから。どうしてそこまで姫にこだわるの？かつて鬼族は最強の主家様のもとに、屈強の戦士たちが集い、妖魔界を治めていました。しかし、突如現れた空泣きにより、多くの戦士が死に行きました。え？空泣きのせいで。ええ。そして、戦士を失った鬼族は没落し、妖魔界の支配権は他の種族に奪われたのです。姫を覚醒させ、鬼族が再び妖魔界を支配する。それが我ら鬼族の悲願なのです。そうだったんだ。姫！一緒に妖魔界を支配しましょう。支配って言われるとなんか嫌やね。ちょっと！事情は分かったけど、私は覚醒も支配もしません。とにかく、こっからは私は一人で帰れるから。しかし。姫、随分とお疲れのご様子ですので。姫の命令だから！じゃあね。雲外鏡を使わせろと言ってるんだ。なに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 ？え？え？どうしたメラメライオン？なに？これもまた神魔妖怪やん。なに急に。あら、洞穴。洞穴先生？姫！お逃げください。ありがとう。なに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 ？どうした？しまった、洞穴。え？映るのこれ。お前。気安く私を呼ぶな、四天童子よ。神魔洞穴って書いてる。姫を守ることもできず、人間たちから妖精剣を奪い取ることもできず。お前は。それでもかつて、その強さと残忍さで、妖魔界に名を知らしめたあの四天童子か。なんだと？言うてねえ、洞穴も。妖精剣の場所まで人間案内したからね。姫を覚醒させて妖魔界を支配する。それが我ら鬼族の悲願。その使命、お前が果たせるのなら。仲間割れや。お前を倒す。姫はお守りせねば。よかろう。来い、洞穴。何？ここが戦うの？神魔洞穴が現れた。マジか。四天童子、我が主とて手加減はせんぞ。空抜きに操られるなどお前らしくもない。お前の目を覚ましてやる。行くぞ洞穴。
何かしらこう心に隙があったんではないのか。しぐれ何やべえ。水が効く、水が効くと言われましてもね。鬼水拳だいぶ効くね。えい、どうした。その程度の力ではなかろう。空なきウイルス消し去るにはどうすれば。まだそんな甘いことを。超刀狩り、刀狩り、歴史的なあれですか。刀狩り霊とかの刀狩りですか。鬼水拳の方が強いんかな、刀狩りより。超ってつくのに。そういうことではない。へっちゃらって言われよるけど、超刀狩りね、したいんやけど、ためをする時間がなくってね。それなら鬼水拳の方が。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、アイテム、アイテム、少し回復、ほんのり、そこそこ、ちょ、これ YP やん。少し回復でいっか、とりあえず。起点同時にサンドイッチを使って、本当に少しやな。本当にめっちゃ少しなんですけども。あー、痛い、やめてよ。アイテムのクールタイム終了。ちょ、待って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 。やばいやばいやばい。やっぱりちょっと、かなり、いや、YP ですね。飲み物は YP なのか。すごく回復。そこそこ、味玉醤油ラーメン。なんかこれいっぱいある。違う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 。はい。とりあえずこれで。主典どうしよう。ようやくやる気になったか。別に何も変わってないですけど。本気の貴様と一度戦ってみたかった。ならば容赦はせん。覚悟せよ、凍結。って言いながらこっちがやられてる。いや、そんなことはないか。あ、もうちょっとでグレート化できるんじゃないか。はい、来たー、グレート化。グレートから全能力アップからの鬼しぐれ。へい。なんなんあれ。なんか、杯に入れたお酒みたいな。え、体力減った。なんその鬼しぐれとやら、全然、凍結も。体力減らされてなくね。そういうもんなの。痛い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 。あ、ちょっと待って。危ない。危ないから。ミス。お、これは。これはいけるぜ。ビビビビ。おっしょ、オッケー。じゃ、回復回復。勝利。あ、ほら、やっぱり。なんて言うんあれ、杯？杯だったんかな。これほどの力を持つとは。そりゃね、君の主だからね。さすがだな、主典道寺よ。でもまだ溶けてない。お前が相手だからな。さあ、とどめを刺せ。そこまで。いや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 、お前は失うには惜しい手駒だ。取り付いた空なきウイルスさえ排除できれば。今までのってみんな完璧に消滅させとったってことか。生きたまんま空なきウイルスを取り除くのはどうやればいいの。それが覚悟が足りぬということだ。なになに。この男はもはや手遅れ。貴様、空なきか。よくも凍結を。私が憎いか。いいぞ、もっと憎むがよい。何、この後も凍結出てこんなるってこと。貴様の憎しみが強ければ強いほど私が取り込む力も大きくなるというもの。ほのれ。凍結完璧に、あれですか、消え去る。闇側に回るわけですか。そうすれば鬼姫の力も探しやすくなるというの。鬼姫の力を探すってどういうこと。お前なぞに探さんといかんの。なんかあれほどの力を使いこなせるわけもなかろう。姫にだけは手出しさせんぞ。
なんか一気にすげえ、ね、ヒーロー的な感じになったよね、四天王寺。その体で、私に叶うと思っているのか。へえ、でも今やっつけたんやけどな。あ、そっか、それは洞穴をやっつけただけで、空泣きをやっつけたわけでは。まだ意識があるというのか。お、頑張れ、洞穴。何、空泣き追い出しよる。おお、でもまだあれやね、もやもやしとるね。坂見くん、洞穴先生。洞穴、何、どうなった、意識戻ってきた。主天道寺様、覚悟を決めるのです。え、ここで私を殺せってこと。え、空泣きなどに姫を奪われてはなりません。何、洞穴ここで死ぬの。私が押されているうちにこの見事空泣きウイルスを。何、今洞穴の中に本体入ってるってこと。そんな、空泣きよろしくないよ。だってなんか、あれやん。敵として登場したけど、なんだかんだこの二人いい人らやん。最近。何やっつけるの。すまぬ、凍結。マジで、なんなんその剣かっこいい。何やっつけたのマジで。主天道寺様。無礼な言動の数々。悲しい。お許しください。何、めっちゃ悲しいけど。わかっている。マジか。いや、無礼な言動の数々はあれよ、空泣きやけん大丈夫。部下の命など切り捨てる、それが本来のあなたのはずでしょう。でも結局フクロウもね、殺さんかったし、この人。我が主は覚悟を決めてくださった。洞穴ここで終わり。妖魔界を鬼族の手に取り戻す。あ、もうほら、神魔洞穴じゃなくなっとるよ。姫と、そして鬼族の未来を。洞穴いいやつだったのに、案内までしてくれて。ああ、この命、我が主のために捧げられて。でもあれじゃない、空泣きは逃げたっていうパターンじゃない。もう、です。じゃ、無駄死にみたいな。じゃないともうここで、はい、平和終わりってなるやん。洞穴、お前の思い、しかと受け止めた。我ら鬼族の悲願、そしてお前の仇も、この手で必ず。うわぁ、目の前で。そんな泣き、貴様だけは絶対に許さん。仇とかって言えるってことは、空泣きはもう生きとること前提ってことやん。凍結消す意味は何かあったの。暴走してしまうかもしれんけんってこと。またあ、家に帰ってきてる。私をかばったせいで凍結先生が空泣きに。これは学校のみんなの記憶はなくなっとんかな。坂見くん、シカは鬼族最強の妖怪だったって言ってた。あ、覚醒を覚悟する。私が覚醒して主家の力を使えるようになれば、みんなを守れるかもしれないんだよね。でも、あの時、坂見くんがケイスケを狙った時、私自分が何をしたのかよくわからなかった。やけ、それを自由自在に使えるようになったら問題ないってことだよね。もし完全に姫として覚醒したとしたら、私の力で何とかできるのかな。でもその時、私は私のままでいられるの？そこよね、なんか、夏目の人格がなくなるってなったらちょっと違うやん。お父さん。お父さん。ケイタくんやフミちゃん。私のお父さんとお母さんも、昔はいろんな冒険をしてきたんだよね。お父さんたちだったら、こういう時どうしてたのかな。普通に話して相談すればいいんじゃないの。ダメなの。妖怪と触れ合ってることは何かしら禁句なの。その辺がちょっとよくわからないけれど。別に相談できるわけではなさげ。あ、でもびっくりマークついてるね。ん？どうした夏目？ちょっとね。え？夏目何かあったの？ちょっと元気ないんじゃない？夏目、あんまり無理しすぎない方がいいよ。ん？無理しすぎると疲れちゃうからな。ん？お父さん、今日も言うこと普通だね。
いいこと言うねでいいやん。それ以外に何と言うんだ。もし私にしかできなくて、でも全然普通じゃないことがあったとしたら、私どうしたらいいと思う？そうだな。やってみればいいよ。すごく、ふわっと。たとえ全然普通じゃないことでもさ。ええ。それがどんなことだったとしても、夏目が決めたことなら。パパもママもケンスケも、みんな夏目を応援するからね。お父さん、お母さん。あれやね、ふみちゃんとケイってやったらすごいなんか、穏やかな、和やかな夫婦やね。お父さんも昔はいろいろやったもんだな。あっちこっち友達と冒険したり、秘密基地を作ったり、懐かしいな。そうね。本当に懐かしいわね。いろんなことがあったな。いろんなことって例えば？それは秘密よ。お父さんたちが子供の頃はよく変わったことが起きてたもんだな。うん？確かに、ケイタを見てるとそうかもね。ん？ケイスケ今なんか言ったか？お父さんの名前じゃないか。なんでもないよ。ありがとう。やっぱり二人に聞いてみてよかった。はぁ、あ。私が本当にやりたいことか。私が覚醒すればもう誰も傷つかずに済むの？これは悩むことではあるよね。人間界と妖魔界を守れるのなら。妖魔界はわらわが守る。お、また夢の世界へ行った？まだ。今のは眠らなくても声が聞こえるように。何？覚悟したってこと？今なんて言ったの？だから私覚醒する。覚醒するって言ってできるもんな。人間界のみんなも妖魔界も守れるなら私覚醒してその泣き戦いたい。だからみんな私に力を貸してほしいの。姫、ついに覚悟を決めてくださったのですね。おいおい、なんでお前までちゃっかりいるんだよ。ここ俺んちだぞ。自然に。ねえ、本当にいいの？危ない目に遭うかもしれないのに、夏目じゃないとダメなのか？うん。でも夏目さんが本当にそうしたいならやってみてもいいんじゃないかな。うん、夏目さんが決めたなら私たちで応援してあげたいな。ずっと言うこと一緒やね、二人とも。お父さん、お母さん、ありがとう。うん、わかった。夏目がそう決めたなら僕たちも協力するよ。あ、もちろん俺だって。でもなんで急に覚醒するなんて言い出したんだ？それが実は、洞穴のことをみんなはまだ知らない。お？洞穴がやられた？うん。空泣きウイルスに襲われかけた私をかばって。そんな、ひどい。いや。洞穴は自分の使命を果たしたまでのこと、姫がお気になさることはありません。うん。でもさ、洞穴さんは仲間だったんでしょ？やっぱり悲しいとは思う。坂見くん。あなたが覚醒を決意してくださったのなら、私もあなたと共に行きましょう。ね、ずっとついてきよったけどね。必ずや。空泣きが姫の力を狙っていると分かった今、この命に変えても、私があなたをお守りします。仰せのままに。姫、私の力が必要な時は、いつでもお呼びください。あ、完璧に仲間になるってことかな。四天王寺が友達妖怪になった。友達妖怪って言われたらなんかすごい軽い感じが。四天王寺の妖怪役を退出にしまい込んだ。ありがとう。へへ。四天王寺が仲間か。敵だとおっかないけど、味方なら百人力だな。待て。勘違いするな。俺は姫に使えるだけだ。てれんなって。一緒の爪も持ってくれよな。そうだね。空泣きが主家の力を狙っているなら、僕たちも全力で夏目を守るから。でもあの洞穴がやられるほどだ。みんな慎重に行くぞ。まあ、倒したのは四天王寺ですけど。さてと、そろそろいい時間だし、今日は解散してまた明日集まろうぜ。そんな時間なん？朝とかかと思った。みんなありがとう。みんながいれば世界だって守れる気がする。さあ、姫。こちらです。なんと、これは見事な。この世界に、これほど美しい場所があると。誰が喋ってるの？ああ、
こいつはすげえな。過去の仲間たち連れ出してくれたこと感謝する。これが姫かな。お気に召されたようで何よりです。あっちの二人は誰ですか。そなたの誘いがなければ指定の人と同血かなと思ったけど、ここに来ることもなかったであろう。もっとまだ見ぬ世界を見てみたいものだ。なんかお世話係的な。必ず頼もしいな。そなたらがいれば叶うかもしれない。すごい平和そうな場所やね。はい、あなたの望むままに。その時はまた皆で参りましょう。ここがあっという間になんか戦場みたいになってしまったってことか。ここはその日が待ち遠しいの。ええ、主家様。夢これも。今回はすごい平和の夢やったね。それはそれで悲しいけど、ま、でも今のはあれは私。まあそういうことやね。横にいたのは誰。そこよね。誰ってなるよね。おはよう。みんな揃ったみたいだね。ふみちゃんおはよう。で、これからどうするんだっけ。夏目さんが覚醒するためには5本の養成剣を揃える必要があるんだよね。僕が持っているのは朱雀蒼天山と玄武方天符、それと不動雷鳴剣の3本だ。不動雷鳴剣は使えなくなったままだけど。何？使えないだと。まあいい、まずは養成剣を揃えてから考えるぞ。使えんのとったっけ。え、なぜ。アシュラ護衛丸は俺が持っている。これで4本だ。あー、なるほどね。じゃああと1本。そして残る最後の養成剣は玄武魔人、白虎の守る、白虎大霊僧だ。白虎大霊僧、槍形の養成剣ってことか。一体どこにあるのかな。いや、それについてはすでに洞穴が調べていた。白虎大霊僧は妖魔界の奥深く、深い霧に包まれた秘境、霊剣林にある。てかあれはね、詩人だけじゃないんやね。その、白虎、玄武、朱雀、青龍。あれ？なんか青龍じゃなかったね。誰やった？詩人じゃないんや。鍵はこいつだ。触れてやる。風剣のアーク、霊剣林を手に入れた。おぉ！さすがはハリアだな。四天童子なんだけあるぜ。おい！気安く呼ぶな。へへ。いいじゃんか。もう仲間になったことだし。俺は秋のりでいいぜ。いいね、マイペースで。霊剣林の鍵はどうやら商店街のあたりに反応しているようだ。え？風景の扉がなんで商店街なんかに。よし！これまた不思議なとこにあるな。さて、ハリアも入団したし、新妖怪探偵団出発。あふん、不満げやけど。ケイタたちと合流した。ん？それにしても、どうやって鍵を見つけたの？それは秘密だ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私はまさか洞穴がいなくなるとは全く思わなかったんだけど、悲しすぎじゃね。最後まで一緒におるものやと思ったよ。